元の服あんの？桜コスか。なるほどね。まず最初に1から書いていい？ごめん。これ移植手術してる。前に突き出してるんだったら、これくらいの方がこうやって。まあ、これはもう自分でやってくれ。んで、顔だけど、投げキッスしてるんだったら、もうちょい、ちょっとマリン船長っぽさ欲しいんだったら、もっとマリン船長っぽい顔にした方が良くて。こっちの良くない？んで、あと向こう。マリン船長っぽい衣装に変えちゃえばいいのか。ちょっとガタイでかいかも。顔こんくらいでかくてもいい。ちょっと傾けて、ステッキはちょっと正面で描くよりちょっとだけ角度つけた方が多分説得力ある。可愛くしたいんだったらこれでもいい。刃ある。ギザギザ合ってんだ。ギザギザじゃない。どうでもいいよ。こんな感じかな。ちょっと落としてもいいかな。これ辻つまわせるために。こんな感じ。基本的にマリン船長に見えるかどうかをまず意識した方がいいかな。これパッと見でやっぱりマリン船長に一瞬見えなかったんで、せっかく二次創作するんだったらやっぱある程度、あ、この人だって分かるようにしないと意味があんまりなくなっちゃう。あと、もし俺こういうタイプの絵描くんだったら、体あるけど、俺だったらこっちあげるかな。こっちあげて、顔と比べてちょっとずらすか。で、こっちあげたら、こっちの手上がるから、こうなるかな。そうすると今度こっち下がるんで、下がって、で、ここら辺でステッキ持ったら、ちょっと変わるかも。描いてみないとわかんないけど。基本的になんか描くときに、顔、体、手って書くとすげえつまんねえから、こうやって俺はバラバラにする。これだけでも全然動きできるっていうか、こういう風にしてもいいし。でこういうのができるようになってきたら、ちょっと俯瞰とかこうやって煽りにする。でさらにこれ組み合わせれば絵描けるでしょ。こうやってこっちずらして、コロソ見たせいでコロソっぽい感じになってきた。ほらこれめっちゃ可愛く描ける感じしない？これこうやったらすぐ構図作れるんでしょ。まあ、いろいろ気をつけてやってみると可愛く描けるんじゃないかなって思います。